WBC 世界フライ級タイトルマッチ12回戦を行います、はい、赤コーナー112パウンドフィリピン、49戦34勝10敗5分け24 KO 現在5連続 KO 勝ち、第28代元 OBBF 東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、あの絶対王者コンサクレック・ウォンジョンカムを KO で下して世界タイトルを獲得、本日初防衛戦 WBC 世界フライ級チャンピオン、ソニーボーイハロー、ザ・チャンプソニーボーイハロー、再び剛腕炸裂か。青コーナー指名挑戦者、112パウンド鉄拳ジム所属、17戦15勝1敗1分け10 KO、 2004年アテネオリンピック日本唯一のボクシング日本代表、そして4年後の2008年にはプロとして日本タイトルを獲得、そしてさらに4年後の今年オリンピックイヤーにタイトルを取り続けてきたこの男がついに世界タイトル初挑戦、あの永遠王者大場正雄以来の世界フライ級タイトルを名門帝拳に取り戻せるか。 WBC 世界フライ級第1位オリンピック代表五十嵐俊幸、満を持してロンドンイヤーに世界初挑戦です。レフェリーメキシコヘラシオペレス、保険の窓口グループスペシャル WBC 世界フライ級タイトルマッチ、剛腕王者ハロに五十嵐俊幸が初挑戦します。放送席は大橋秀幸さん、八重樫明選手、青尾隆弘選手のお三方です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大橋さん、簡単に見どころをお願いいたします。そうですね、このハロのパンチがものすごいんで、それを五十嵐選手がどうさばくかですね、はい、まあ、足を止めないこと、これですね。さあ、まもなくゴングです。WBC 世界フライ級タイトルマッチ、今そのゴングが鳴らされました。五十嵐俊幸サウスポー、これが世界初挑戦になります。剛腕ハロはあの名王者ポンサクレックを失神 KO に追い込み、ベルトを強奪してまいりました。これが初防衛戦です。右を出してきました。さあ、大橋さん、先ほどありましたが、このハロのパンチを食わないようにという、やはりこのハロのパンチというのは最大の警戒ですね。今打ったパンチの音がちょっと違いますよね。五十嵐選手もっとね動いてですね、はい、ちょっとそのパンチ外すことをまず一番のあれに置いた方がいいんじゃないですかね。五十嵐の左ストレートです。五十嵐の左のストレートです。軽く相手の顔面を捉えていきます。八重樫さんはこの2人の対戦、どんなところをポイントに見ますか。そうですね、五十嵐選手の距離をうまく使って、はい、ボクシングすれば攻略できると思うんで、しっかり距離だけは取っておきたいですね。左のストレート、チャンピオンがまっすぐ下がりました。八重樫さんはアマチュア時代にこの五十嵐との対戦がありますが、はい、その頃の印象というのはこうどんなところにこの五十嵐の特徴ってありましたか。やっぱりチャンピオンの右距離をこう把握する能力がすごく長けているので、はい、僕はすごくその距離感がやりづらかったですね。距離感ですか。やはり練習をしている間でも同じジムの青さん、はい、距離感というのはトレーナーの方からも随分声が上がってましたね。そうですね、やっぱり飛び込んでくるスピードあると思うので、はい、ハロは、右の使い方であったり、頭の位置っていうのを、気をつけながらやってほしいと思います。ちょっとなんかボディを嫌がるような感じがありましたが、このチャンピオンのハロです。ただなおっと、苦しい、いや怖いですね、怖いですね、ただ五十嵐選手もそれもちょっと五十嵐選手も打ち気になってますよね、もっと動くと思ったんですけど、はい、ちょっと戦前よりちょっと予想外な展開ですね。元々オリンピック出身、ナイスシャベ、アウトボクシング、ハイテンポなアウトボクシングを信条としていますが、青さん、はい、結構そう打ち合いたいっていうのは、いい引きだ、いい引きだ、チャンピオンの顔面を捉えた。
さあどうだ、いい形でチャンピオンの顔面にパンチを届かせています。阿保さん、はい、ちょっとこう打ち切り、あっと今の怖いですね。いやちょっとお話ししてる前間がないぐらいに、ちょっと1ラウンドはねそんな打ち合わない方がいいと思うんですけどね、はい、スピードボディを出していきました。ところどころ五十嵐は打ち切りに入るところありますね。あの青さん、そうですね、結構気が強いのでやっぱりどうしても来られると行っちゃうところがあると思います、はい、左のフック、そして右のアッパー、チャンピオンの右のアッパーナイス。ただね、五十嵐選手、パンチもらっても、それほどびっくりしないですよね。そうですね、堂々とこの、ね、向かい打ってますからね。ワット右のストレート、チャンピオン、そしてそれを返していくという五十嵐です。左のボディーブロー、左のボディーブロー、このボディーを効いてくると思いますよ、後半。ちょっとですね、チャンピオンが嫌がるような審査がありました。第1ラウンド終了です。改めて放送席をご紹介します。私のお隣は日本プロボクシング協会会長でミニマム級世界2団体制覇の大橋秀幸さん、そしてミニマム級の世界王座統一戦で日本を沸かせた前 WBA ミニマム級チャンピオン八重樫明さん、そして現 WBC 世界フェザー級チャンピオン青尾隆弘さんのお三方です。さあ試合は第2ラウンドに入りました。大橋さん、はい、第1ラウンドを踏まえてのこの第2ラウンド、どんな印象でこう見ていきますか。まずですね、はい、第1ラウンド春のパンチ、これは本当にすごかったですね、はい、ただその終盤五十嵐選手が左アッパーボディ打ったんですね、はい、あれはでもいいパンチだと思うんで、はい、あれをこの中あの前半乗り越えれば、中盤後半に必ず五十嵐選手チャンス出てくると思いますね、はい、このチャンピオン春はこれが3度目の世界戦で手にしたタイトルの防衛戦となりますが、実は2度目の時には序盤にセグラに対してライトフライ級の王座に挑戦しました。ボディ一発でノックアウトされているというところでは、あの青さん、はい、ひょっとしてチャンピオンはそのボディに弱点があるかもしれないというふうにも言われてますね。そうですね、意外とああいう筋肉隆々な選手に限ってボディが弱いということはありますからね、はいはい、ここは五十嵐が距離を取りながら右で相手をいなしながら、この右でうまく相手との距離を取るという練習を常々練習を続けてまいりました。島田さん、はい、その五十嵐陣営ですけれども、ね、はい、第1ラウンドからいいボディが入った、練習通りという話してます、はい、ただちょっと強気すぎるので自分のボクシングに徹するように、そういった指示を出しています。やはり強気すぎる青さん、そうですね、やっぱちょっとそういうところが見え隠れしてるんですね。そうですね、はい、島田さん、まあ、はい、ただ一方のチャンピオンサイドですけどもね、はい、ミドルレンジから五十嵐選手、左ボディだ、左ボディから考え、左ストレート、左ストレートだ、チャンピオンが今似たりとしました。これはチャンピオン効いてるときにこういう表情をするんです。チャンピオンは効かされたときにこの表情、あ、左ボディ下がってる、下がってる。大橋さんどうですか。いや効いてますね。そうですね、はい、顔面そしてボディと上下行きましたね。ボディがねいいですね、はい、やはりねボディにかなり弱点がありますね、はい、さあではその大橋さん、ボディをつくためにあと上下の内訳ですね。そうですね、やはりあの右のジャブですね、これ一番大事ですね、はい、やはりねまだ2ラウンドなんで、はい、あまり深追いはしない方がいいですね、はいはい、確かにこのワンパンチで相手を24KO 沈めてきたこのソニーボーイハロです。49戦34勝 24KO というこの戦歴を残しています。ナイスジャブ、もう先ほどからナイスジャブという声が、あ、危ない、あ、来てきた来た、前に出てきた、わーっと振り回してくる、振り回してくるチャンピオン、この剛腕には要注意です。右のボディーブローはチャンピオンです。ちょっと口が開いています、チャンピオンです。ただね、五十嵐選手いいパンチもらったんですけど、はい、効いた素振りも出せないし、左のフック、はい、このね、ぐちゃっていくんで本当に気が強いですよね、はい、ただこの気の強さがちょっと裏目に出なければいいんじゃないかなってちょっとね心配もありますけどね、このジャブですよね。八重樫さん、八重樫さんもタイトルを取った時には非常に、厳しい山を越えて取られましたけども、はい、ハイテンポなアウトボクシングをする五十嵐でも必ずそういう場面は、あっとボディボディもらった、振ってますよね、右ストレート、右ストレートもらった、あっとプレー、あー、ここで2ラウンド終了、最後はちょっといいパンチをもらいました五十嵐です。剛腕ハロの強烈な右が飛んでいきました。テクニシャンのこの五十嵐に対して最後は右のストレート、このパンチが出たところで第2ラウンドが終了しました。両者の体格が高く、身長では五十嵐が10センチリード、リミット 50.8 キロのフライ級ですが、昨日の計量チャンピオンは1回目500グラムオーバーでした。第3ラウンドが始まりました。計量では500グラムオーバーで2時間の猶予を与えられ、ギリギリのパスでしたこのチャンピオンですが、
八重樫さん、はい、チャンピオンの動きというのはどうですか。おっと、右のフック当てていきました。八重樫選手の右ジャブに合わせて右を合わせてきてるんですよね、はい、それが怖いですね。とにかくこのレイジングライトと呼ばれる猛烈波、これには気をつけなければいけません。もっとやっぱり距離を取ってしっかりジャブから組み立てていった方がいいですね。はい、ジャブからの組み立て、馬王さん、はい、この右の使い方というのも随分トレーニングしてましたよね。そうですね、やっぱり近くなってしまうと絶対ハロの距離になってしまうので、おっとっとっと、はい、あの右で距離を取ってしっかり戦いたいですね、はい、で結構ハロのパンチ出所が全部わからないので、まだそんなに様子をちゃんと見てから攻めたいですね、はい、島田さん、はい、チャンピオンハロサイドですが、あのジャブという今お話ありましたけれども、ジャブが左や出ていてもですね、とにかく距離を詰めていけ、はい、近づいていけという指示しか出ておりません、はい、距離を詰めていけというチャンピオンサイドですが、五十嵐はそれをなんていうんですかね、大橋さん、こう右でうまくコツ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 当てながら、ね、チャンピオンをこう嫌がらせるような、はい、あ右使いをやってますよね、まあ、とにかくです、ね、ジャブだけチャンピオンを挑発してる、はい、すごい強振してきますから、これ6ラウンドすれば減量失敗してますから、はい、必ずこの影響出ますから、はい、まずこの前半は 1,2 ポイント負けてたもいいから、あチャンピオンの右、とにかくこの右のジャブですね、はい、もう一度この左を返してきました。そう、これを空振りさせれば、絶対ねチャンスきますから、ね、それにしてもものすごい勢いで振ってくる、これは右のアッパー、空振りでいいんですよ、はい、空振りさせるためにはある程度の距離が必要なわけです ね、お左だ、左のストレート、あとは右、右から左、右のボディだ、右のボディ、左のアッパーだ、おっといったぞ、いったぞ、気をつけた方がいいですね、はい、いいですね、逆にこの距離になっているのを五十嵐さん、あ失礼、八重樫さん、はい、この距離になるのはハロが待っているということはあるわけですよね。そうです、今呼び込んでいる段階なので、なんていうんですかね、もうちょっと駆け引きをした方がいいですね、はい、無理に宇宙に行かないで、あんま付き合わない方がいいですね、はい、ハロの強振のパンチは、はい、ね、まだその受けれるんですけど、たまに右のストレートで打ってくるんで、あのパンチはちょっともらわない方がいいですね、はいはい、本作レッグ戦でも大きなワイルドな右のパンチを出しましたが、時折まっすぐインサイドを突くようなストレートを出してきました、このチャンピオンです。その距離を取っている、はい、そのまっすぐのパンチのが怖いですね、はい、はい、右のボディ振り回してきましたチャンピオンです。五十嵐はガードしている、迎え撃ってきた、こうやって体を合わせてしまうというのはどうですか、チャンピオンが入ってきて、そうですね、もう時はくっついちゃった方がいいですね、はいはい、チャンピオンがクラウチングしながら身長差10センチ、さらにその中でも体をかがめながらチャンピオンが出てきます。第3ラウンドが終了しました。第3ラウンドの攻防、パンチを外したところで右のワイルドを思いっきり振ってきました。まともに食ったら一発失神 KO という恐怖のパンチです。まあ、でも反応できているんで大丈夫だと思います。セコンド、さあ第4ラウンドに入りました。阿尾さん、はい、ここまでの3つのラウンド、どのように見てますか。はい、そうですね、まあ、大きいパンチの印象はすごいハローがあるんですけど、はい、まあ、ちょこちょこ、ちょこちょこ細かいパンチを当てて、はい、ポイントを取ってきてるような気もするんですが、五十嵐がここは下がりながらチャンピオンのパンチをかいくぐりながら距離を取って左左へとステップしていきます。潜り込んだところ左のボディのアッパー、左から右と踏み込んでパンチを出してきて、右のアッパーガードしている、ガードしている、もう一度アッパー、アッパーもらった、アッパーもらった、アッパーもらった、チャンピオンアッパーを持っていますね。フックと、ね、はい、アッパー打たれると非常に逃げづらいですからね、はい、ちょっとの右アッパーっていうのを意識いっちゃうと、はい、この右のロングフックね、あー、これに不楽になりますね、はい、ちょっと今パンチをもらう距離にいるんですか、どうですか大橋。そうですね、今危険な距離ですね、はい、ただ五十嵐のチャンスの、左ボディ、チャンスの距離ですね、はい、あチャンピオン止まった、チャンピオン止まった、五十嵐チャンス、五十嵐チャンス、レンダーだ、レンダーだ、レンダーだ、チャンピオン崩れるか、チャンピオン崩れるか、まだ持ち直してる、まだ持ち直してる、右のコーナーを振ってきたチャンピオンだ、今わざとわざと出してたっていう展開ですね、あれもチャンピオンが引き込んでるんですか、はい、いやヤヤさん、はい、チャンピオン怖いですね。そうですね、駆け引きしてますよね、五十嵐選手笑ってます、はい、今のようにサイドにサイドに動いた方がいいですね、はい、サイドから攻撃した方がハロは打ちにくいと思います、呼び込んでその剛腕で一発倒してやろうというこのチャンピオン、もう少し動きたいですね、はい、フットワーク使って、左のボディーブローから右のボディーブローへつなげていきました、現役
きただ一人のオリンピック経験者としてこのリングに上がりました。この五十嵐です。スーッと距離を取ります。スーッと距離を取ります。この今のフットワークいいですね、はいはい、右へ左へとステップを踏んでいきます。ここは左左へとステップを踏みながら、まずはノーモーションの左を軽く出していきました。チャンピオンはガードを下げて頭を前に出しながら、その右の剛腕あるいは左のゴーダを出していこうというところでありますが、距離を縮めていこうというところ、左をスーッと出してチャンピオンを牽制します。うまく右を使っています。今お互いフェイントを掛け合っている展開ですね、はいはい、五十嵐が前に出る、一歩踏み出して距離が縮まってくる。どうするか、五十嵐の左右、チャンピオンの右だ、左振ってきた、チャンピオンの右、おお、すごい右が飛んでくる。残り30秒切った。第4ラウンド、ポリーから左に振った、ああ右のクブだった五十嵐、今度は左を返した五十嵐、打ち合うか打ち合うか、どうするか。この距離の打ち合いはちょっと危険ですね、はい、下がりましたね、下がりましたね。まだ五十嵐の中にもこう危ないのっていうアラームが ね、 そうですね、聞こえてるかもしれません。ちょっとこの距離だと一発のパンチのちょっと破壊力がちょっと違うんで、はい、まだちょっとセーブした方がいいですね。第4ラウンドが終了しました。こちらリングサイドには五十嵐選手の奥様の英子さんと息子さんのヒロ君がいらっしゃいます。英子さん、ここまでご主人の戦いぶりご覧になっていかがですか。調子がいいと思います。エールを送ってあげてください。勝ってね。以上です。さあ試合は第5ラウンドに入ります。さあ第5ラウンドに入りました。3度目の挑戦でようやく手にした悲願のベルトを守りに来ましたソニーボーイハロー。レイジングライトと呼ばれる猛烈な右には注意しなければいけません五十嵐敏行。 WBC の第1位にランクして、そして挑戦者決定戦を制してまいりました。さあこの WBC ルールでは途中の採点公開があります。途中の採点公開では、1人がハロー、1人が五十嵐、そして1人がドローという形でつけています。大橋さん、これを見ていかがですか。これは五十嵐選手にこれ有利な展開ですね、はい、さあ前に出ていく、そうですね、はい、チャンピオンが足を止めて右、ナイス、右のボディーブロー、右のボディーブロー、今右のボディーブロー、引いた引いた、チャンピオン、ヤッパーのボディー、はい、チャンピオン、ヤッパーのボディー、チャンピオン効いてる、チャンピオン効いてる、今チャンスなんですけどね、はいはい、チャンピオンの体がぐっとかがみました。そのボディをすごく嫌がっていました。やはり青尾さん、はい、ボディには一つこの何かポイントありそうですよ。大きよりそうですね、ああやってわざと裏付けいながらも絶対ハローは効いてきますからね、はい、ダメージは蓄積するので、はい、そこが五十嵐さんはチャンスですね、はい、ナイスボディ。なお途中採点公開は4ラウンド終わりまして39対37ハローにつけたジャッジが1人、39対37五十嵐につけたジャッジが1人、38対38ドローが1人という3者になっています。右のストレートチャンピオン、チャンピオンの右のストレートだ、やーっと顎元に右ショート、チャンピオンが左に振ってくる、でもちゃんとブロックしてますから、はい、大丈夫だと思います。この辺りのチャンピオンのこの強行のボディーブロー、左のボディーブロー、やはりねボディー効いてて、はい、ちょっとね迫力がちょっと体の方がなくなってますね、はい、あの前半よりね、はい、この辺り5、6、7あたりで一つ山場が来るかもしれません ね、 ね、はい、島田さん、はい、チャンピオンサイドですが、ね、まずオープンスコアの4ラウンドについては、はい、これは納得いかないという判断ですね。納得いかない、はい、はい、ああチャンピオンの右、大丈夫だ、まだ大丈夫だ、ちょっと今、いいところもらいましたよ、ね、打率強いですね、はい、選手が倒れてますよ、おっとっとっと、また戻ったぞ、誰、どうですか今のは、ちょっと若干あります、ね、はい、ちょっと足がちょっとあるんですけど、ここはしっかりと距離を取ってもう一度立て直していきたいところです。ちょっと距離が近いですね、近いですか、もう少し離れても十分ボクシングできるんで、はい、左のボディ、その辺というのは八重樫さん、はい、どんなところが作用して、その距離になっているんですか。やっぱりあの挑戦という気持ちがやっぱりそうさせるんでしょうね、はい、だからコツ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 当てて危険なのでもう少しあの離れたいというのはありますね。危ないぞ危ないぞ、五十嵐気をつけて、ハローはもう右ジャブを避けないで、もうね打たしてきてますね、今ね、今なんてそうでしたね。残り10秒になりました。第5ラウンドです。誘いに乗ってはいけません。五十嵐です。体をぶつけ合います。チャンピオン五十嵐、体を振る。第5ラウンドが終了しました。第5ラウンドの攻防です。チャンピオンが誘い込んでは強烈な右を出してきましたが、五十嵐のボディーブロー、
しかしこのチャンピオンの右は怖かった、ね、まあ、今のラウンド前半ね五十嵐選手良かったんですけど、後半ハロはねすごく打ち込んでいたので、これどっちにこれねラウンド行くのか、そういったことはもう微妙になってくるんじゃないですかね、はい、さあ第6ラウンドが始まりました。いよいよ試合は中盤に入ります。 WBC 世界フライ級タイトルマッチは12回戦で行われますが、その12ラウンドのゴングを聞くことはあるのかというこの戦いです。ナイスジャブという声が何もとなく青さんから出ていますけどもね。そうですね、あの右は絶対に有効だと思うので、はい、どんどん右をついて距離を取っていった方がいいと思います。もともとは右利きのサウスポーということで、そういったところでも青さん同じジムで共通点ありますね。そうですね、だから右はもっと器用に使えると思うんですが、はいはい、ちょっと狙ってるところがあると思うので、もっとうまく使うことができるんですか。例えばどういうふうに使うといいんですか。まあ全部ジャブじゃなく外から打ったり、はい、中から打ったり、はい、下から打ったり、まっすぐ打って全部使い分けて、はい、いろいろやるとやっぱり相手も絞りづらくなってくるので、はいはい、もっと右を有効に使ってほしいと思います。あの右ジャブを単調に打つと、はい、ハロフ相打ち狙ってますからね、その辺もちょっと出しづらいという今場面もあるんじゃないですかね。あのポンサクテックと戦った時も完全な相打ち狙いできましたからね。それでポンサクテックを失神 KO してこのベルトを奪ってきました。このチャンピオンのハロです。フライ級では規格外のこの筋肉、まあそれが技ありしまして軽量1回目オーバーというのはありましたが、しかし2回目できちっと体を作ってきました。右のジャブを飛ばしていきます。右をかわしたところで左のボディを奪っていく、こういうね空振りのさせ方ですね、はいはい、こうしていけば自然にね五十嵐君のペースになりますよね、はい。島田さん、はい、チャンピオン陣五十嵐陣営なんですけども、はい、チャンピオンのスタミナを奪っていこう、五十嵐はある程度温存しているので、ここからです。最初の4ラウンドがですね、まあ、三者三様のドローになったのは相手がチャンピオンだから仕方ない、想定の範囲内というふうに話しています、はい、相手のスタミナを奪っていこう。八重樫さん、はい、そのためにどんなことが必要になりますか。そうです、もう少しあの左も右をボディを打ちたいですね、はい、ボディですか。ただ近い距離でボディを打つんじゃなくて、はい、突っ込んで鋭いボディを打ちたいですね、まボディから顔面振ってきた。もうね、今全部ね今ブロックしてますからね、はいはい、フリッカージャブのようにコンプを当てて右のボディを出してくるチャンピオン。フライ級の規格外でした。このパワーです。ブロックすればいいんですけど、はい、怖いのは今みたいに相打ち気味にもらうことですね。ああ、アゴ元にもらった。アゴ元にもらう。ナイスナイス。ガードしている右のフック、右のフックを返しました。左のアッパーガードの間から入っている。左のフックです。五十嵐です。右を伸ばす。左のストレート。体を揺らすウィーミング、上半身を柔らかく使う五十嵐です。この辺りはさすがオリンピック経験者のテクニックでもあります。右のアッパーから左に振ってくる。チャンピオンが狙う右のフック。右のアッパーチャンピオン左のフック。第6ラウンドが終了。ラウンド7。さあ第7ラウンドに入りました。今日は五十嵐が入場曲に選びました世紀末のエルドラドを歌っています。デーモン閣下もこのリング下からこの五十嵐の戦いを見つめています。さあ第7ラウンドに入りました。両者の攻防です。チャンピオンハロのその剛腕、とにかく振ってフルスイングで振ってきました。その体力がどこまで持つのかといったところも心配されるところなんですが、左のボディです。島田さん、はい、チャンピオンサイドなんですが、どうですか。ここ6ラウンドで初めてですね、はい、深呼吸を2回しろと。そして前の6ラウンドちょっとパンチの数が少なかった印象は、右のボディ、はい、リラックスをしろというふうに言っておりましたね。ちょっと疲れがあるかもしれませんね、はい、右のボディ誘ってるんです。聞いてるんじゃないんですか、はい、違うんですか、はい、じゃあ五十嵐はこれ気をつけたいですね、はい、はい、これ五十嵐は気をつけた方がいい、ね、距離が縮まっている。左からミーノボディに行きました。あの通算23度防衛のポンサクレックでさえも分かっていながらこの相打ちに失神系を食らうことになったんです。チャンピオンのハロー、ただ今日のハローの立ち迫力はあるんですけど、はい、いつもよりちょっとオープンブロー気味に当たってるんで、はい、見た目より五十嵐選手ダメージはそんなにないと思います、はいはい、もらってるにはもらってるんですよね、五十嵐はね。そのオープンブロー気味であることが逆に何か五十嵐にこうチャンスはあるんでしょうか。
そうですね、そのダメージそれほど受けてないと思うので、はい、これからは五十嵐君のスタミナも温存してますし、はい、これからどんどんペースいくんじゃないですかね、はい、あ、やりた、ただね、ああいう風にサイドステップしたり足がね、非常に生きてますから、はい、青さん、はい、青さんは五十嵐のこの中盤からの戦いどんなところに見ていきますか。そうですね、ボディは効いてきていると思うので、はい、ここから足を使っていけばあのだんだん追いつけなくなってくると思うので、はい、ヒットアンドウェイ、しっかりポイントを取っていってほしいですね、はい、今みたいに足使われて自分が打ってバランス崩してますね。崩しましたね、はい、もうついていかない証拠ですよね、はい、スリッピングアウェイ。八重樫さん、はい、八重樫さんはどう見てますか。そうですね、ハロのスピードが若干落ちてきている感じがするので、はい、ここから五十嵐君が、ね、どん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 ついていけばチャンス十分あると思います、はい、少しずつこの体力がなくなっていくかもしれないこのチャンピオンに対しましてどんどんとスピードが出てくるこのチャレンジャーの五十嵐です。しかしチャンピオンの右の後腕左のゴーダは一発があります。チャンピオン左からチャレンジャーが左から踏み出していく、はい、チャンピオン止まった、チャンピオン止まった、これは効いてるんじゃないですか、ね、これは効いてるんです、はい、今度は効いてるんですか。五十嵐が出るぞ、五十嵐出る、右の左のアッパー、やはりね、こういう展開になると、はい、フック対ストレートなんで、はい、そうするとストレート主体の五十嵐選手が先にパンチ当たりますね、はいはい、残りは10秒、第7ラウンド。さあ五十嵐、ここはスコア距離を取りながら第7ラウンド終了しました。リングサイドには五十嵐選手と親交のあるデーモン閣下にお越しいただきました。ここまでの戦いぶりご覧になっていかがですか。まあ、なかなかいいファイトはしていると思うけれどもまだあのこれだっていう突破口は仕上げてないんで、でもチャンスはいっぱいあるんでこれからもっともっと気を抜かずにやっていってもらいたいと。世界を取るために力強いエールをお願いします。まあ、前に行くんだ、前に行くんだ。以上です。さあその言葉通り五十嵐がこのソニーボーイハロの剛腕ゴーダをかいくぐりどこで仕留めるか。戦いは第8ラウンドに入りました。この剛腕ハローは KO 率 70% オーバー5連続 KO 中というこのハードパンチの持ち主であります。島さん左を出しました、コツンと当てていった。島さん、はい、チャンピオンサロですけどちょっと雲行き変わってきましたね。あの集中しろ、それからなんだそのざまはというようなですね時折厳しい言葉が飛ぶようになりまして、でボディは効いているのかと聞いたらそれは否定していたんですが、はい、もしかしたらこれちょっとスタミナ後半何か響いてくることもあるかもしれませんね。大橋さん、はい、ずいぶん余裕のあるような表情だったチャンピオンサイドの陣営ですがちょっと厳しい声を出したんですね。もうねハロの表情見れば分かります、はい、口開いてますからね、かなりスタミナも、切れてますし、あとまあこのラウンドですね、8ラウンド終わって公開採点聞いてそれでまた五十嵐選手作戦ね組み立てられると思います。はい、島田さん、風は五十嵐選手に引いてますよね。五十嵐陣営ですけどもね、五十嵐本人がまだチャンピオンの右は生きているというふうに言ってるそうです、まあ、ただ非常に冷静に戦えている、まあ、サイドに動いてからのストレートあるいはボディをチャンスがあればまとめていきたいというふうに言ってます、はい、いや確かにですねチャンピオンサイドが少し雲行きが怪しいと言っても青さん、はい、チャンピオンのパンチはですねとにかくこの一発でチャンピオンはここまで来てるわけですからね。そうですね、であと右の結構出所が毎回違うので、気をつけたいですねその右は、はい、もしかしたらそういった、まあ、言葉はあれですけども餌振りといいますかそういったものがチャンピオンの中にもあるかもしれません。とにかく不用意に入ってはいけませんよね。もうちょっと疲れましたね。右のボディだ、五十嵐にはチャンスが出てくるぞ。ハロの左だ、五十嵐ガードを固めながら距離を取ってここで、ね、早いワンツーね、五十嵐選手早いワンツーでバットするんですけどね。チャンピオンちょっとバランスを崩した、五十嵐右を出していくガードを固める、コツンと相手のグローブの外から八重樫さん、はい、コン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 当てられたりすると相手は嫌でしょうね。そうですね、なかなか打つタイミングがつかめないと思うので、今だいぶ足が動くようになってきたので、はい、動きながらジャブついていいですね、はい、ここもスーッとロープ際を滑るようにしまして相手のサイドへ出ていきました。五十嵐です、チャレンジャー残り30秒第8ラウンドです。サイドに動きたいですね、はい、ボディに取らせて顔面が持ってきました。チャンピオンです、右のボディチャンピオン、右のストレート左フック、チャンピオンが出てきた、右のストレート、あの辺もね、チャンピオンの右のまともに戻ってないですからね、はい、みんな避けてますよ。大丈夫なんですか、はい、結構もらってるようにも見えてしまうんですか。いや避けてますね、はい、ブロックの面です、はい、ここはガードしている、はい、ストレート、逆にこっちのストレートもいいですよ、はい、ストレートちょっと効いたようですね、はい、チャンピオンの動きが止まる、第8ラウンド終了。
第8ラウンドの攻防、五十嵐の左ストレートが綺麗にインサイドから相手の顔面を捉えました。さあ、まもなく試合は第9ラウンドに入ります。ラウンド9、さあ第9ラウンドに入りました。五十嵐敏行28歳経験ジム、 WBC 堂々の第1位としてこの舞台に上がってきました。世界初挑戦です。去年11月挑戦者決定戦でメキシコのウイカブを下して力でこの舞台を手にしました。オープンスコアリングシステムによります第8ラウンド終了の途中採点公開が今手元に入ってまいりました。ジャッジ3人で、1人が78対74でチャンピオンをつけています、はい、もう1人はその真逆、78対74五十嵐、1人が77対75で五十嵐、よってここまでは2対1で五十嵐がポイントを取っているということですが、大橋さん、1人はチャンピオンになっている、2-1でまだ2ポイント差ですね、勝つ、だからこの9、10、11、12、この4ラウンドは本当に勝負になりますね、はいはい、これチャンピオンサイドとしてはどういうふうに考えてきますかね。チャンピオンもね、ダウン倒しに来ると思うんで来ますよね、まあ、焦りもあるし、はい、大振りになりますし、はい、今スタミナちょっと切れてるんで、はい、もういけないじゃん、あ、効いたんじゃない、効いたチャンピオン止まったの、チャンピオン止まった、さっきのラウンドの最後の左がちょっとまだ効いてると思います、あの左のストレートですか、はい、はい、おお、このラウンド超えてもまだ残っている、そうですね、はい、終盤だったのでダメージは残ってない、チャンピオンが右だ、ダメージどうか、大丈夫か、ものすごいのが飛んできた、両者ともパンチはもらっています。ただ今青さんからありましたその左、はい、五十嵐の左がやっぱりいいんですか、そうです、そうですね、終盤ねすごいハロー攻めてたんですけど、はい、実は一発も当たってなくて逆に五十嵐選手の左ストレートですね、はい、あれをもらってちょっと引いてましたね、ボディから顔面がチャンピオンです、五十嵐の左ストレート、はい、島田さん、右利きのサウスポー、しかし得意はこの左のストレートです、あとはボディもあります、はい、ナイス、ナイス、パンダ、五十嵐陣営ですけどもね、公開採点を聞いて、あ、まあ、こんなもんだろうと想定の範囲内、ここまで十分、右が飛んできた、チャンピオンが来た、チャンピオンが来た、ちょっと危ない、危ない、五十嵐、危ない、危ない、五十嵐、危ない、危ない、あ、またもらった、またもらった、またもらった、こっちがやばいですね、こっちがやばいですね、そう、クリンチした方がいいですね、これじゃあやばいですね、チャンピオンが息を吹き返してくる、いやいや、大橋さん、大振りを振りましてチャンピオン疲れたかもしれないですね、はい、左ストレートだ、もう一度左ストレート、あっとチャンピオンが誘い込んでいた、第9ラウンド終了、五十嵐の左のストレートがこの中盤以降チャンピオンの顔面を捉えています。逆にこのハロは思い切ったこのフルスイングを顔面に叩き込んできました。さあ第10ラウンド残すはあと3つ、この3つのうちに試合が終了するか、チャンピオンはその右手左の拳に全てをかけてフルスイングでこのチャレンジャーに襲いかかります。それをさばいてどこで仕留めるか、五十嵐敏行、ジムの伝説の世界チャンピオン大場正夫さんと同じこのフライ級のベルトを名門帝拳ジムに持ち帰ることができるか。さあ第10ラウンドに入りました。大橋さん、はい、9ラウンドの終了間際は五十嵐が攻め込みましたがハロは狙ってましたよ ね、 そうですね、あの先ほどのラウンド初めて五十嵐選手ダメージらしいダメージ受けたと思うんですけど、その後ハロがちょっと打ち疲れになってますので、はい、でこれこのラウンドこれ両者にとってチャンスありますね。あのですから剛腕の瞬発力のあの時間帯をうまくさばいて、はい、要はピンチになるわけですから、そのピンチの後のチャンスが必ずあるわけですよね。はい、チャンピオンサイドですが、はい、今トレーナーから話を聞いたら12ラウンドはちょっと厳しいんじゃないかと、厳しい、一発狙って KO で仕留めろという今質が出ました。そうですか、青さん、はい、これを聞いてどうですか。そうですね、やっぱりポイントを聞いて焦ってるんだと思うんで、はい、その一発だけ気をつければ問
問題ないと思うので、もうハロはスタミナで切れてきてるので、はい、スタミナも集中力も切れてきてると思うので、またコツコツ当ててくる、はいはい、これはもう戦い方がポイントを捨ててますから、はい、相打ち狙ってますからね。そうですね、もうガードを完全に下げています。この辺は五十嵐選手が気づいてうまくね、はい、戦えればいいです。左のボディストレート、五十嵐の得意が一つ、ハロは左から右のボディブロー、強烈なボディ、左のフックを振ってきた、あまり見せなかった左のフックも振ってくる。ハロは相打ち狙い、その一発、その一発にかけて、いやしかしこれまで KO 率 70% オーバー、5連続 KO はまさにその相打ちで取ってきたものです。いやいやさん、はい、いくらハロが疲れたからといって、そのパンチはもう油断できないですからね。そうですね、まだパンチは生きてますね。五十嵐君コツ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 当ててるんで、これでポイントを取っていきたいですね。はい、これで今のでポイントになりますからね。これ左のストレート2つ打ち終わりで気をつけたいですね。はい、足が止まっているチャンピオン、ただチャンピオン疲れてるんですけど、はい、この疲れてる状況からよくあれほど強いパンチ出ますね。そうですね、はい、おっとボディ、あ、滑った、滑りました。あ、今のはスリップです。ちょっと左手のシーンになりました。残り30秒です。ただその一発でここまで世界を取って24 KO を積み重ねてきたチャンピオンです。まあね、この30秒ね、これ、はい、4選手大事な攻防ですね。右のボディ、右からのフルスイング、右足、右をちょんと出していく。そして左に攻める、残り10秒、チャンピオンの右、ミロッパー、ちょっと頭が上がったか、五十嵐が距離を取る、あ、怖いパンチが飛んでくる、相打ち狙いのチャンピオンのパンチはまだまだ怖い。両者のパンチ数比較ですが、495発の五十嵐に対してチャンピオンの方は414ということでありますが、まあ、もちろん一発狙いのチャンピオンの方が、まあ、パンチ数というのは少なくなっているというところはあるでしょうが、ただパンチ数では五十嵐の方が、ね、明らかに出てますね。そうですね、パンチ数多いですけど、ただパンチの、ね、質というのが、ね、はい、違いますからね、はい、さあ第11ラウンドに入りました。残すラウンドはあと2つです。まあ、たださっきのラウンドハローが手数ちょっと抑えてスタミナ温存してたと思うんで、はい、このラウンドちょっと怖いですね、はい、ということは何度もお話がありました、その警報が鳴り響くその距離に入った時ですね、それが危ないですね。ちょっとミルク狙ってますね、ボディボディから左に行く、ミルストレート打ち切りに決まった、五十嵐目切りました、やりましたね、目切りましたね、左の目の上でしょうかね、はい、チャンピオンのゴーダゴーアン、やはりまだ生きている、はい、うわ降ってきた、動きたいですね。左の目の上から出血があります。チャレンジャーの五十嵐です。今ね、はい、ハローがちょっとセコンドに自分のセコンドに文句言ってましたからね、ちょっと今ねうまくチームワークがいってないんじゃないですかね、はいはい、ちょっとイライラ してきたところがあるでしょう。ただ青さん、はい、チャンピオンサイド、あ、ボディから顔面もらった、ボディから顔面もらった、でも落ち着いてますね五十嵐さん、はい、チャンピオンをですね、イライラさせてやろうというのもジムの方針というか作戦の一つでもありましたよね。あ、そうなんですか、はい、そのあたりでチャンピオンの方がイラついているのであれば、五十嵐の手元に放ったボディーから、右もらった、これは効いたか、五十嵐まだもらった、今の大橋さんどうですか、ちょっと学んでもらいましたね、血が流れて、はい、ちょっと目に入ってちょっと見づらくなってるんですよ今ね、はい、これで右が今見えない感じになってますね。さあ五十嵐、ここは勝負どころだ、ここ頑張りどころですね、はい、チャンピオンも、はい、頑張って、はい、それ右をもらった、五十嵐危ないぞ、五十嵐危ないぞ、本当に打たれ強い、視界も少し遮られているでしょう。左のガード気をつけたいですね、五十嵐さん、左のガード、はい、つまりちょっとバランスを崩した、チャレンジャーライオンか、意識してるところでノーマークの左に引ってもらいましたね、はい、前のラウンドから左が場内がざわついてきました。五十嵐の左、チャンピオンの強烈な右、取ったボディ、チャンピオンの右だ、ここ勝負ですね、ここ頑張ってほしいですね、頑張ってほしい、こらえられるか、もうこれ打ち合ってもいいですからね、もう、はい、打ち合ってもいいですか、いいですね、はい、チャンピオンも口が開いている、五十嵐は出血している、パンチをもらっている、五十嵐にとって大きな山になるでしょう、このラウンド、ここを乗り越えなければチャンピオンの頂は見えてこない、右をもらった、大橋さん、はい、このラウンドの五十嵐自身
身のダメージはどうですか。いやちょっとダメージはありますね。ありますよね。目を切った出血もそうですけど、はい、パンチ自身のダメージもありますね。はい、若干チャレンジャーの方に左フックですね。先ほどのラウンドでもいいのを当ててますからね。さあラウンド終了のゴングが鳴りました。両拳に火薬を握っているかのようなチャンピオンのこのパンチがありますが、フルスイングで振ってきたこの右、五十嵐は目の上をカットして現在出血して最終ラウンドを迎えようというところです。やはり10ラウンドしてて11ラウンドに行きましたね、チャンピオンね。やはり休んでたんですね、はい、さあ第12ラウンド、泣いても笑ってもこれが最後のラウンドです。 WBC チャンピオンハロにとって初防衛戦、敵地に乗り込んで守れるか。五十嵐俊幸 WBC 第1位元日本王者、このラウンドを制してその頂に 手が届くかどうか。第12ラウンドに入りました。このラウンドを五十嵐選手、はい、絶対取りたいですね、はい、確実に取って、はい、しかしチャンピオンももうその一発にかけてきます。島田さん、五十嵐陣営ですけども、はい、回転だと競ってる可能性がある、このラウンド行かせます、行く、取りに行くと行かせました。ああそうですか。チャンピオンは目切りましたね。チャンピオン目切りましたね、はい、島田さん、右目の上ですね、右目の上ですね、チャンピオン右の上カットしています。そのチャンピオンサイドですが、ボディーボディー、チャンピオンのボディー、チャンピオンのボディー、頭も痛い、このラウンドにかかっていると。そうですね、ただその一言です。ただあまりにも興奮してですね、もう現地の言葉で通訳さんでもちょっとわからないような状態になっています。両陣営ともこのラウンドにかけています。このラウンド勝負ですね、青さん、はい、世界を取るためにはもうこの最後全てを出し切ってほしいですね。そうですね、世界を取るためにやっぱ12ラウンドというのは絶対大事だと思うので、はい、ボディボディボディチャンピオンボディ。八木さん、はい、八木さんも苦しい場面を乗り越えてチャンピオンを取られました、はい、やはりこういったところですよね。そうですね、あと根性ですね。八木さん、ボディがボディから左を出してくるチャンピオン。やはりこれ相打ちになってもね、パンチがまだ違うんでちょっとそこは怖いんですよね。左のアッパーだ、左のアッパー、ショート右のフック、ショート右のフック、もっと細かいパンチでポイント稼いでほしいですね、はい、もっと細かいパンチ、はい、汗が飛び散るというよりは血が混じった赤い汗が飛び散ります。この陸上です。ショートの右のストレート、ストレート、怖い、これ少し来ましたね。さあチャンスだ、チャンスだ、いけます。12ラウンド、あとは手数ですね、手数。すでに鮮血に染まるその表情、スマートな五十嵐が血を流しながら戦います。チャンピオンバランス崩してましたよね、はい、もう足がみんな切れた、ね、チャンピオンも食いしばっての精一杯の第12ラウンド、ボディーボディーチャンピオン。五十嵐が柔らかく倒れた、倒れた、倒れた、スリップ、スリップだ、スリップだ、しかしチャンピオンようやく立ち上がった。五十嵐さん、このチャンスですね。チャンピオンダメージがある、スリップではありますがチャンピオンダメージある。五十嵐チャンスだ、残り30秒、五十嵐チャンスだ、チャンピオンが仕掛けまで、さあ、そういうことでいいのか、いやいや、いやいや、左手の左だ、ただ、狙ってますね、ハローね。チャンピオンは、チャンピオンは最後の一撃にかけている、五十嵐さん、五十嵐さん、クリンチにしましたね、クリンチ、チャンピオンがクリンチに来た、クリンチですね、はい、この距離はチャンピオンの距離だが、クリンチに来た、残り10秒切った、残り10秒切った、あっ、五十嵐さん、左手の左、試合終了。12ラウンドが終了しました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、五十嵐の世界ダッシュか、ハロの初防衛か、打ち合いました。試合が終了しました。判定と持ち越されました。元オリンピック代表、スマートなボクシングが身上のこの五十嵐が最後は血を流しながら食いしばりながらこのチャンピオンと打ち合いました。チャンピオンのハロは敵地に乗り込んでの初防衛戦、最後は力を振り絞ってその一撃にかけ続けました。大橋さん、はい、なかなか見応えのあるこの終盤になりましたね。そうでしたね、まあ、まだ結果出てないですけど、12ラウンドの攻防が勝敗分けたんじゃないかなっていうちょっと印象ありますよね。その12ラウンドをどう見ますか、はい、そうですかね、どう見ますか。五十嵐選手いったんじゃないかと思いますけど、八木谷さん、八木谷さんはこの試合をどういうふうに振り返ってますか、ここまで。そうですね、本当、はい、まあ、本当最終ラウンドがね、あの明暗を分けるんじゃないかと思うんで緊張しますね、はい、そして青尾さん、はい、同じジム同門でもあります、はい、この
五十嵐選手の戦い、はいはい、結果はまだ出ておりませんが、どういうふうに。そうですね、いや、細かいパンチでしっかりポイントを稼いでたと思うので、勝ってると信じたいです。はい、はい、間もなくこのリング上で運命の判定が発表されようとしています。 WBC 第1位として堂々のこの世界挑戦の舞台を得ました。五十嵐が12ラウンドを戦い切りました。コンサクレックを下してこのチャンピオンとなったハロは初防衛戦としてこのリングに上がりました。まあ、8ラウンドまで、ね、2対1でしたからね。これセットなら間違いないですからね。はい、まだ採点が行われています。このリング下で集計が行われています。そのポイントの集計がさあどちらに出るのか。チャンピオンのハロー、いやーしかし八重樫さん、はい、ハローも本当に一発にかけている怖さというのは、そうですね、やっぱりパンチの重さがそうですね、すごいですね。そしてそれをさばいてさばいてというこの五十嵐でしたよね。ですね。まあ、でも本当に中盤終盤は足が動いてすごくいい動きでしたね。はい、採点の集計にまだ時間がかかっていますので、まだこの放送席からお話をいただきたいと思いますが、八重樫さんもご自身があの世界を取った時のことを思い出されるんじゃないですか。はい、そうですね、やっぱり苦しい展開というのはね、どうしても世界戦には絶対来るので、でも頑張りましたね。はい、あのポンサワンを下した試合はもう世界中でベストバウトだと言われて評価されましたが、まさかあんな展開になるとは思わなかったような、ね、そうですね、戦いだったかもしれませんけども、世界戦って何があるかわからないですからね。まあ、やっぱりこの間みたいにこの接戦だと採点聞くときっていうのは本当に緊張しますね。あの統一戦を、ね、戦われた八重樫選手、井岡選手の試合もそうでした。ということは青さん、はい、やはり競っているんだなというのはなんとなく雰囲気を感じますね。これだけやっぱ時間がかかっているということは、はい、だいぶ競っているんですかね。ポイントの足し算もちょっとややこしくなっているのかなという感じなんですけど、はい、これ待ってる方の立場というのもちょっとドキドキするでしょう。両陣営は一体どんな心境なのでしょうか。自分の試合より緊張しますね。WBC 世界フライ級タイトルマッチ採点の結果をお知らせいたします。ジャッジルイス・エスカローナ116対112、ハロジャッジシン・キョンファ115対113、五十嵐ジャッジデビッド・メンドーサ116対112。以上2対1のスプリットデシジンをもちまして、勝者 WBC 世界フライ級シン・キョンファ五十嵐俊幸チャンピオン獲得。接戦でした、2対1取りました。五十嵐俊幸剛腕ハローを下しました。ロイヤル小林、平中、野垣に続く史上3人目のオリンピック出場選手に世界ダッシュ。そして王者のままこの世を去った大場正夫さんの死からおよそ40年、大場2世の誕生です。緑のベルトは五十嵐の腰に巻かれます。青さん、はい、また一人経験ジムからチャンピオンです。はい、いや嬉しいですね。いやでもこの中で影が薄れないように僕も頑張らないといけないですね。はい、あ今五十嵐の腰にその緑のチャンピオンベルトが巻かれまして、あそして息子さんのヒロ君にもミニベルトが巻かれています。いや八重樫さんもあの、ね、陸上で抱っこされましたけども、これが夢だったそうですよ、八重樫さんのを見て。いや最高ですよね。家族も支えになったとつくづくここまでの道のりを話しています。さあインタビューです。喜びの声を聞きましょう。場内の皆様、新チャンピオンです。おめでとうございます。どうもありがとうございました。緑のベルトをついに腰に巻きました。なんか似合わないですね。そして念願の息子さんです。はい、じゃあ泣かないの今日は。さあこれで帝拳ジムでは4人の世界チャンピオンが同時に在籍するということになりました。まだ
もうぶっちぎりでペーペーなんで、一回一回防衛をしっかりして、自分もその名チャンピオンたちに近づいていけるように、はい、これからももっともっと努力していきたいと思います。さあ、そしてお子さんに続いて奥様も今リング上に祝福に駆けつけてくださいました。ではまず奥様から一言、新チャンピオンに向けて一言お願いします。お疲れ様でした。おめでとうございます。どんなお気持ちでリングサイドで試合見ていたんでしょうか。ドキドキして、でも絶対勝つって信じてました。チャンピオン聞いていかがですか。そうですね、結婚して2年半ですかね、まあ、まだたった2年半ですけど、いろんなことあって、その中で一番やっぱ身近に支えてくれたのがこの2人だったんで、とりあえず、はい、もう3人で同じ目標に向かってきてやっていって、結果が残せて嬉しいとホッとしてます。春日部の皆さん、今日僕は初めて春日部に来たんですけど、熱い応援本当にありがとうございました。そして銀座後援会の富岡会長、最初5人しかいなかった後援会を今日500人まで広げて応援に来てくれて、たった一人だった自分を時には本当の息子のように面倒見ていただいて本当にありがとうございました。それではデーモン閣下にお話を伺います。見事新チャンピオンになりました。今のお気持ちいかがですか。いやー、ほっとした ね、どちらかというと、ね、この後五十嵐選手にはどんなチャンピオンロードを歩いていってもらいたいですか。まあ、やっぱりチャンピオンになったことが終わりではなくて、まあ、逆に言えばこれからが始まりだから、ぜひともね、防衛戦に向けて、しっかりと気を引き締めて、で一応我が輩世界チャンピオンになったら歌を歌うと約束してしまったんで、第1回目の防衛戦、やってきて歌を歌うよ。とても楽しみにしています。ありがとうございました。デーモン閣下も見守った WBC 世界フライ級タイトルマッチ、オリンピアン五十嵐が見事新チャンピオンに輝きました。この後地元春日部にノックアウトダイナマイト内山高志凱旋です。